カゲさんハートありがとうリさんハートありがとうありがとう見てくれてね h k 嬉しいありがとうね <laughs> NHK 三昧だったやっぱさっき食べたご飯がついてる口に昨日から NHK NHK 三昧 NHK でした <laughs> NHK 休みだ 昨日の声らからちゃんかわいいありがとうィオさんハートありがとう影さんハートありがとうかんすけさんハートありがとうかずくんハートありがとうこんばんはケイセティンさんだるまさんありがとう月同どしかあつきあつちきよしえー、<laughs> えー、もうじゃあもうお兄ちゃんだけのメッセージ書いちゃうから <laughs> お兄ちゃんだけの もうメッセージ書いちゃうからちょっと楽しみにしててくださいどこにも行けないようにしてあげるやつりんさん黄色だるまさんありがとうのの,のののんがさんハートありがとうこんばんは、ま、大丈夫うんなんかね体のねだるさはねなくなったんですよ昨日が一番しんどかったかも昨日の声ラジ終わって帰ってきてが一番しんどくってだるさが そっからねいっぱい寝て今日の朝はね体のだるさはなくなってたんですけど鼻水と咳がねなんかちょっと出るんですよあとくしゃみだから花粉症って <laughs> 花粉症なんかなと思いながらもでも風邪症状だからね風邪ちょっとうん気をつけながら。 ちょっととマスクしして過ごしたいと思い思ます明日もツアー前のいろいろあるので志麻さん金のだるまさんありがとうでも体のだるさはねなくなりました大丈夫いつもなくなった大丈夫ですこうす介さん金のだるまさんありがとうプルダグリさん金のだるまさんありがとう志麻さん回復薬ありがとうでチェキとお話し会 受付中だよ。ありがとう熊野パーさんくくありがとう奈々にさん黄色のダルマさんありがとう奈々にさん黄色のダルマさんありがとうアイスレモンさんバラありがとう今ムキさんダルマさんありがとう奈々にさんダルマさんありがとうありがとう N H K プラスで見てくれてそう今日のねあの昼間直送便がの見逃し配信はね N H K プラスで見れるので。 NHK プラスはね全国どこにいても今日の放送見れちゃうので是非 NHK プラスで見てみてください。今日ね「ひるまえ直送便」ねあれなんですキャプテン就任してもう初めての放送だったんですけどキャプテン就任のこと「おめでとう」ってこうなんだろう触れてくださって番組内で。でしかもそう。 あの私がみちゅさんの卒業コンサートの時のみちゅさんと横に並んでる写真も取り上げてくださってっていうかその番組内で出してくださって「キャプテンおめでとうございます」みたいな感じで言っていただいて取り上げてもらったんですよもうありがたいです本当にありがたいありがとうございますって言って「そうだから頑張ってね」りおさん歌客ありがとうこんばんは、ま」 スチさんハートありがとうポロンさん金色のだる,だるまさんありがとうケイゼディンさんだるまさんありがとうヤスさん金色のだるまさんありがとうリアくん金色のハートありがとうリオさん金色のだるまさんありがとうそうちょっと風邪気味 <laughs> そうなんですリモさん金色のだるまさんありがとう普通にさ私お台場でめっちゃ声出したからお台場で。 出した声の出しすぎで喉や,やったんかと思ってたけどそ,うそれだけじゃでもね多かったから最近移動も多かったしお台場までレッスンつめつめだったからそれの疲れも出たのかもしれないゆっくり休ませ本えに眠たいどんだけ寝ても眠たいんですよ眠たくて眠たくて眠気が止まらないから今日も 夜いいっぱ寝てたのにそう夜いっぱい寝てたのに帰ってきてから昼帰ってきてからずっと寝てたもうお昼寝っていうかお湯寝 <laughs> 5時間ぐらい寝てた多分帰ってきてうんもう眠気が止まらん多分このあとお風呂入って普通に夜も寝れちゃう。 眠っちゃうんですよねお、香川の昼、広島の昼、地方の生誕祭、岡山町の修練図かずみ嬉しいツアー開花、ミシェ早く寝なさいありがとうで、ね、ツアーもあさってですよ、あさって早い、あさって香川と姫に行きます四国楽しみ KHK さん、だるまさんありがとうペーマンさん、ググありがとうあいたかさん、金のだるまさんありがとう 今ハートありがとうこんばんはそうカピさん黄色だるまさんありがとうお腹出して寝てないです <laughs> ねありがとう早く直すでも私もあれもあるしね歌唱力もあ,るあったりするからちょっとこの喉のか風だけはじゃ長引かせないようにちょっと早く直したいです 火力学ありがとう今井美さんだるまさんありがとうみきょう先生さんハートありがとうかぎさんだるまさんありがとうこうすけさん黄色のだるまさんありがとう昼休みさんバラありがとう日の光さん黄色のだるまさんありがとうりあくん黄色のハートありがとう三輝さんも少し体調悪くてあっそうなんだえっそっかあのお題は以来ね三輝ちゃん会ってないからそっか お疲れありがとうジョン・ドウさん黄色んだるまさんありがとうデマカズプリンスさん花束ありがとうこんばんは舞ちゃんかわいいありがとうカピさんハートありがとうヒゲメダリさん黄色んだったこちゃんありがとうカピさんハートありがとうありがとうメイルくん結婚してありがとうサムさん黄色んだるまさんありがとうカピさん黄色のハートありがとう慎吾さん黄色んだるまさんありがとうえチョコラビビ確かにチョコラビビえ気温さんえ めっちゃ寒いよね昨日と今日がめっちゃ寒いうん気温寒すぎてびっくりしちゃうあのフラワーフェスティバルがあったかかったからさフラワーフェスティバルのテンション感で今日昨日とか今日とか吹券選んじゃって外出て寒すぎてびっくりしちゃうヤッピーさんハートありがとうカピさん黄色んだるまさんありがとうプータさんお疲れありがとうヤッピーさんハートありがとう カー確かにホテルの部屋乾燥え確かになんかあとあのお台場の日のホテルくるくると寝た日くるくると寝た日のホテルちょっと寒かったんですよお部屋がで寒いねって言って冷房がついてたのかなで冷房消して寝たんですけどそのままさ私と2人でさ寝落ちしちゃったからさ掛け布団もかけずに寝ちゃったんですよその日ホテルで。<laughs> <laughs> 冷房消してたから寒くはなかったんだけど多分それもさ関係してるよね絶対ちゃんとあったかい格好して寝なかったからそれもあるんかもしれんいやちっちゃった関さんハートありがとう横山田さんお疲れありがとうマーケル金色のだるまさんありがとうえ安住みちちき申し込んでしまったってうれちい <laughs> 待っててね楽しみにしててください 次はミンティ T シャツ着てきてね。<laughs> こんばんは。え、見えた見えたよ。お台場。え、お台場ね、風強かったっけど。え、チキも今回買っちゃったって。ありがとう嬉しいえ、嬉しいえ、ちょっと楽しみにしてて。そう。服もね、服装もね、服装とコンセプト。3枚全部違うから。メッセージも全部違うから。楽しみにしててください。ね。 お話もしたいしたこの前15時間ぐらい寝たかったえ寝たで寝て <laughs> 寝てからのそうこんなに寝,寝れるのもうめっちゃ眠,眠たい寝転んだら眠っちゃうの寝転んだら寝,寝ちゃうサクさん黄色だるまさんありがとうヒゲメガネさん黄色だるまさんありがとうズベさん黄色だるまさんありがとうグレヘンさんかわいいありがとう え、マヌカハニーなの喉飴め,めっちゃ舐めた。うん。マネージャーさんにもらって、マヌカハニー、こんばんは。マサトローさん、黄色んだるまさんありがとう。カピさん、黄色んたこちゃんありがとう。ヒゲメガネさん、ティありがとう。マンさん、だるまさんありがとう。リンくんかわいい。ありがとう。山むきちさん、ハートありがとう。え、そうなんか、あとさ、さっきさ、X で、 そう告知出てたんですけどあの勝手に四国観光大使とチューチューでゼリーがコラボすることになってあのパッケージがねそう自分たちでパッケージをねオリジナルパッケージを作成したんですよ。私はねをを担担当当しまししまたたのパッケージを担当したよ <laughs> ぜひ ゲットしてほしいですあれチューチューデリー飲んでほしいなんかあの明後日からの香川と愛媛の7周年ツアーの会場でも販売されるみたいでだからぜひ会場来られる方あのー、チューチューデリーゲットしてくださいあとまだ一般販売してて香川と愛媛は配信がないのでもう現場、ね、現場に行かなきゃ見れないみたいな曲もあったり するのでさするのでさ <laughs> するのでぜひね香川愛媛四国だからちょっとね行くの難しいって方もいるかもしれないんですけど来てほしいなと思いますね7ーチ宮中ゼリーも販売してるケーゼ陣さんだるまさんありがとうゴレイルさんだるまさんありがとうりんくん金山だるまさんありがとう僕くんかわいいって嬉しい <laughs> ありがとううたさんハートありがとうくるくるあずみの寝落ち見てたけどえそうくるくるにわ私が寝落ちする瞬間見られてた <laughs> なんかくるくるの目の前でこうやって寝てたんですよ顔お互いに顔見合わせてこうやってなんか携帯ついててもう気づいたら いつの間にか寝落ちしてたんですけど私が寝落ちする瞬間をくるくるは見たって <laughs> 次の日 <laughs> 言われたなんか白こうやってどんどん <laughs> 携帯が持ってる携帯がブルブル震えだして急に <laughs>「えみたいな「あそういうの, <laughs> の携帯震えてる」みたいな感じで見たらどんどん白目になってそのまま寝ていったって言われました。もっくんハート3年ありがとう。 恥ずかしいね落ちの瞬間。なみィーさん、なるまさん、ありがとう。え、TikTok も可愛いって、嬉しい嬉しい !TikTok。そう、TikTok もね、今日載せたので見てください、ぜひ。ミーアイさんのクリック。 ゼリー二十六さんハートありがとう、ワイリーさんバラありがとう。あ、ありがとう、ティックトック登録しましたって。ありがとう。嬉しい。シングルによる長いとはいえ、いとこもき一万分でも時間足りないかしら。ええー、確かに、どんぐらい長いか、わかんないけど、でも。いっぱい話したいなーって思いますね、安住は。<laughs> 話したいですぶんね絶対足りない毎回ねお話書いて時間足りないってなっちゃう結構みんなと話してたそんぐらいね楽しいからお話するのたんたんさん黄色だるまさんと黄色のハートありがとうラブリフォーティイトのフォーティシックさんググありがとうケンちゃんハートありがとうこんばんはみどりうまさん黄色だるまさんありがとう寝落ちするのきえ本ほんとだよね寝落ち げん当気をつけよう寝落ちするの本当に気をけつ,つ気をける寝転ぶのはやめた方がいい多分私はお風呂入る前に <laughs> お風呂入って寝転ばないといけない多分お風呂入る前に寝転ぶからそのまま寝ちゃうんですよねマルさんハートありがとうリオさん黄色だるまさんありがとうサクさん黄色だるまさんと あありがとうディオさん黄色のタコちゃんありがとうねえそっか香川と愛媛も泊まりかな泊まりですね多分えまだまだお台場ライブの余韻って嬉しい楽しかったもんねひげメダネさんあいつありがとうえっ川良かった今日嬉しい結構 いい川柳かけたかけた気がした今日そうお話し会もね現再販が始まったのでぜひぜひお待ちしてます一番直近で話せるのが6月22日です6月22日の直接の幕張メッセのお話し会です 3ですね私は12時間目が、えっと、お話し会で3時間目がツーショット撮影会ですで今回のアルバムのお話し会さ3時間目のツーショット撮影会しかあ間違えた6月22日しかツーショット撮影会ないんですよ今回リアル毎回ツーショット撮影会なくって6月22日しかツーショット撮れないので是非 6月22のツーショット撮影会来てほしいなと思います。しかも新制服で、あの、かわいい水色の新制服でね、パシャパシャ撮れるのですごく、あれめっちゃかわいいし、あれでもツーショット撮れること、この先ないんじゃないかなと思うから、めっちゃおすすめ。おすすめですね、私。6月22しか撮れない、今回は、ツーショット。 半年は取れない多分ツーショットうんなのでツーショット来てください6月22お待ちしてますお話し会もお待ちしてます来てください幕張です幕張3時間目通所は12時間目がお話し会ですえ新制服本当に可愛いよね 横に並んでも立って寝る技を覚えるだけちゃう <laughs> 無理。ゴンちゃんが教えてください。じゃあその技 <laughs> ようこちゃんお疲れ。ありがとう。こんばんは。確かに帰ってきてちょっと横になろうは元気やね。確かに気をつけよう。あと食生活ね。<laughs> 食生活。いやなんかね、忙しくなるとさ、ろくなもの食べんないよ。 あの忙しくなればなるほど本当にヨーグルトとあの冷凍フルーツで一日を乗り切ったりとかでもなんか忙しい時って大体さステージの前じゃんでそのステージに自分はコンディションを持っていきたいって思うとあんまりあのカロリー高いものとか食べたくないんですよ。であんまりご飯も食べたくないってご飯を抜こうって思うとヨーグルトとか。 なんか冷凍,み冷凍みかんとか冷凍ぶどうですごい一日を終えるとかになっちゃうしそう時間もね限られてるから朝ヨーグルトだけわってかき込んで6時間レッスン入るとかやっちゃってた,たのででもやっそうなっちゃうんですよね <laughs> そうなっちゃうからもうちょっとなんか何食べたらいいんだろうご飯一番手軽に栄養を取れるものちょっと。 探そうかなえチェキもチェキもねあずみのチェキおすすめもう二 2, 2着コスプレと1着私服にしようと思っててで3枚最大3枚買えるんだけど3枚ゲットしたら全部全全服っていうか全コンセプトの服コンプリートできます3台あ最大3枚。 できあの申し込んだらできてそれぞれにコメントも全部違う申し込んでくれた人へのコメントを書くのでお楽しみにですチキンゲットしてくださいチキンもこんばんは そうだよ、確かに衣装の通ッって、ね、なかなかないこんばんは通所来てーそう新制服めっちゃ可愛いからえっそう声ね <laughs> なんか自分的には普段よりは出しづらいんだけど人が聞く分にはそんなにガラガラ声らジも <laughs> なんか いつもの声ではないんだけどヒッピーさんに「いやそうガラガラしてるんですよね」って言ったら「えガラガラしてるの?」って言って「うんそれってガラガラしてるの?」って言われました個人的にはガラガラしてたんですけど <laughs> なんか自分が出してる声の感覚と全然違うから違和感すごいあるけど。 自分にしか分からない違和感多分これってターボー君金色のハートありがとう主さんお疲れありがとうこんばんは通称聞来てくださいえっそう12時間目お話か早い時間って珍しいよなってそうめっちゃ珍しいの早い時間うん私今回のスケジュールの中でも幕張ぐらいですね早い時間があるのこんばんは ちゃんと食べるなおさんハートありがとうえ変な家見たけど普通に怖いやんってえ怖いでしょあれ <laughs> 怖いよねホラーだよねもっと軽い,いやそうなんかあんなに怖くないんよ <laughs> なんかあの原作の小説で見るとそんなに怖くないんですよ変な家ってでもあの映画すごいホラー映画になってるよねこうやってやりながら見たもんだからくるくると こうやってやりながら見た変な家あのちょっと驚かしてくる系フュブッさんハートありがとう <laughs> 確かにあチェキ申し込んだらよろしくお願いしますえ嬉しいありがとう <laughs> うんやった楽しみ あアルバム再販も少し追加してあるからそうえありがとう T シャツ外交関係ですよ <laughs> え嬉しいうんーじゃああずみんあずみんあずみへの愛いっぱいにして会いに来てそ <laughs> したら許すう嬉しいなありがとうねお話できるの楽しみにしてる炭水化物ね 確かにおにぎり食べよう。うククさん、ティーありがとうリンくん可愛い、ありがとう。八月十一十二の広島申し込みました。え、ありがとう。夏祭りのやつか。ありがとうございます。嬉しい。夏祭り。あね、ミント食べたい。アズミのが一番好きなん。あずみんはね、パンかな、やっぱり。なんか前まで私カルビ好きだったんですけど。今日もうあんまりた、カルビいっぱい食べれなくなっちゃった。 脂身ハラミの方が好きですねだからタンとハラミトントロとかも好きチェキ3枚ポチって全て同じ系統のけでお願いするのは無理ってことですかいやそれもできるうんそれも全然できますよあの言ってもらえたらって感じですね 同じ系統がいいみたいな感じ言ってもらえたらそれも OK 要望にこんばんはあすごいつさんくてえすごい h d r i 配信もさしたいんだよねしたいんだよね迷こちゃんググありがとうあっ魔改造していくよってありがとう嬉しいルシさん 金のだるまさんありがとうヒゲメダルさん結婚してありがとう宮本こいさんはってありがとうどっかのゆうじさん黄色だるまさんありがとう早い時間なのは始業式で話をするかだと思ってるあそういうことえあの始業式ってなんなん <laughs> 始業式ってさなん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 かな,なんなんか私分からんのよね そういうことだってね幕張だけそう早いんですよ私幕張だけ早いんよねこんばんはカルビ食べられなくなったらお年ですね <laughs> え私もお年なの <laughs> もうそんなお年嘘でしょアルバンさんティートだるまさんありがとうアヨンさんハートありがとう シさんティーありがとう宮本小一さんだるまさんありがとうねえ始業式って何するんだろう校長先生みたいな挨拶するんちゃう <laughs> どんな挨拶 <laughs> これからそうです いや幕張だけやった他のリアルはえっとね同じ 4, 4時間目とか5時間目とかでしたえそんな挨拶みたいなのがあるのあそうなんだえ 私知らないえ知らなかったえ私さリアルで1時間目とか2時間目とか入ったことないんか1人ずつ挨拶をするの えー、なんか挨拶するんかなわ <laughs> からん全然わからん <laughs> あ始業式自体久しぶりはあそういうこと <laughs> そういうことか初始業式かもじゃああ住み とりあえず効果だみんなで効果清唱瀬戸内の声じゃないやっぱり効果みんなで瀬戸内の声を清唱するアザミンチェキありますかあるよ <laughs> いろんなポーズする

あ、みんなそういうことそういうことちょっとあの始業式全然分かってなかったみんなで始業式するんだ <coughs> え本ほんとにさ鼻水がさやばいんだよね鼻水ででもいいですかちょっと鼻水が。 この水旬でもいいですかちょっと恥ずかしいのでオンオフにします うん。<coughs> よいしょシュミました。シュムっていうの。鼻水をシュム。<laughs> あのなんかシューンってするっていう意味。 ハンターハンターのカフェヒソカフェヒソはカフェえヒソカフェアニメートでやってるんですよ池袋だったかな東京池袋のアニメートで今もやってる5月13までめっちゃ行きたいんですよめっちゃ行きたいめっちゃ行きたいけど行けないもう日程的に東京は絶対行けないひろっちさんハートありがとう <laughs> 広島弁かな あの岡田家の言弁かもしれんお母さんとかに何かうんちっちゃい時からよく言ってる「しゅん」ってする花粉症わかんない花粉症なのか体の風邪なのか原因不明なんです え、これ髪型ね見るなんかねハーフアップみたいになってるの見えるかなここがなんかこんな感じねじってこうなってる見えるかな見えてるかなこれねじってるねじってハーフ可愛くない結構可愛いよね してもらったんです、メイクさんにハタ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 好きなのうんアニメ見始めて最近世代確かに世代じゃないけど普通に見,見始めて好きハマってるうんネットフリックスで最近ですねだからアニメもさ旧,旧アニメと新アニメがあるじゃん1個前の旧旧作と新作 は自分は新作の方見てる旧版なんていうかな旧版オールド版もあるけど私はニュー新しい方の最近のアニメを見てますあ昼間一緒に見たですありがとう <laughs> ありがとうヒソカフェのフードメニューお高い確かにえでも行きたい <laughs> ヒソカフェ行きたいのめっちゃめっちゃ行きたかった羨ましい 飲みたい。私幻影旅団結構好きなんですよ、ね。原影旅団のこれでも「ハンターハンター」ちょっと知ってる方に知ってる方はちょっとょあのうんうんってうなずいてほしいんですけど幻 <laughs> 影旅団の私フェイタンが好きなんですフェイタンが。でお姉ちゃんに言ったら意外って言われてそう私結構これまでアニメとか漫画とか見ててフェイタン フェイタン系好きになることなかったんですけど幻影領の中だとフェイタンですねハンターハッター全体だとクラピカです、うん、フェイタンちょっと良くないですかフェイタン <laughs> あのちょっとなんかあの闇深いけど語尾がなんとかなんとかねなんとかよみたいなのがちょっと可愛くて好き闇深いのに初見さん竹原さんハートありがとう そかわいいよね。ぬシさんかわいいありがとうりィオさんかわいいありがとう昔からぬさん似合うありがとうこんばんはぬしさんあートありがとうそうつねり系つねり系なんかのフイタン芸能の旦那だとフいタンが好きうん渋ちさん金色だるまさんありがとう。<laughs> そう十三までなんです調べてみてティーヒロさんだるまさんありがとうしぶけちさん黄色だるまさんありがとうで今日の髪型さちょっとさ今度ステージがまたどっかでしたいなって思います なんか先輩に髪型いろいろ OK になって初めはさ今まで巻いたりとかできなかった分やっぱりこう巻きたくなっちゃうじゃんで、だからいろいろ巻いたりいろんな髪型を試しちゃうけど結局ストレートに戻ってくるみたいな一番無難のストレートがやっぱり一番シンプルで。 可愛い,いってなって結局ストレートに戻ってくるよみたいな話を先輩にしてもらっ話聞いててそうなのかと思ってたけど最近結構巻くことが多くて巻くことが多かったけど今日久しぶりに巻かずにハーフアップにしたら「巻かないストレート?で」でハーフアップ」も「えっかわいい」ってなって今日 <laughs>。 これはありやと思ってそうだからね巻いたら大人っぽくもなって好きなんですけど巻かないストレートもやっぱり一周巡り巡って巻かないストレートが可愛いってなるのもなんか分かるなと思いました今日鏡見ながらテレビの中のあずみが気のせいかすごく可愛かったですえ嬉しい <laughs> ありがとう。<laughs> いつも可愛いい <laughs> <laughs> チェケに書いてくれる名前絶対さん付けじゃないとダメなのいや、全然そんなことない決まってないです決まってないからうん、さんじゃない 自分が呼んでる呼び方で書い,書いてるかもさんじゃなくちゃんもくんも呼び捨ても <laughs> ありくぎさんハートありがとうハンタートはまだ漫画を読んでないんだよなあずみとねちゃん付けだとえっオッケーのゆちゃんえじゃあこれからものゆちゃんと呼ぶ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 ねえっしい 待ってめっちゃ嬉しいのやちゃんって書くじゃん嬉しいえ同い年え嬉しい本当にお話し,したいめっちゃ同い年なの,の嬉しいそあいろいろやって最後はスてレーに戻るからねねいろいろやって一周すんなよいろいろ行っても最後は安に戻るみたいなんと一緒かな <laughs> そうかもで、ね、もいろいろ行かないで <laughs> そもそも <laughs> 一周戻る、まあ、一周戻ってくるけど一周戻る前に旅しないでくださいみんなどこにも行かないでダ <laughs> さんハートありがとう <laughs> 嬉しい何してもいかい大丈夫って嬉しい お姉ちゃんのハンターハッターの推しは「キルワ」ですお姉ちゃん「キルワ」が好きこんばんは <laughs> 確かに紙ストレートでもアレンジできるなったのきそれはねそれはそこんばんははっってなるぐらいか愛かった嬉しい 嬉しい見て嬉しいです <laughs> じゃあ俺もちゃんで <laughs> マーチちゃん <laughs> 本当に書くよマーチちゃんって <laughs> 本当に書くよ <laughs> こんばんは 挨拶は大事なんでまあね大事だけど挨拶したっきり帰ってこない人もいるし <laughs> そうだ挨拶は「よ」ですからねそうですよ挨拶しに行ってそのまんまなんか「よ」よってしたら「帰ってきてください」じゃん挨拶で「よ」ってしに行ったら。 ゆじさんレインボースターありがとうゆジキちゃん黄のだるまさん,さんありがとういろいろ行くからより安住のさ感じるんじゃないかそれはもう私には言い訳にしか聞こえません <laughs> フェイタン調べてきたけど安住と好み合うかもえマジでえっ <laughs> ない <laughs> いや,い,やいいでしょフェイタンフェイタン別好きなんですよアニメであの何かね「声もあり」で聞くとよりなんかね好きになるよフェイタンうん <laughs> フェイタンのまっちゃフフ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  こんばんは。確かに。え。カラオケ配信したい。やりたい。あと、そう、あの、ゲームのお礼と。あ。あの、たわのれを。 しようと思っててそうなんですよ。それもね、できてなかったから、香川と愛媛から帰ってきて、タワーと、ちょっとゲームのお礼、遅くなってしまったんですが、お礼をします。カラオケも、ちょっと、喉の回復して、やりたいな、カラオケ。歌いたい曲、何曲か。久々に。 そうなんですちょっと忙しくてできてなかったので <coughs> こんばんは確かに歌唱力も近いけん早く直して曲決まりました歌唱力の予選の曲決まったよ決めた 今年はあの曲を歌います <laughs> まだ内緒だけど楽しみにしててくださいあの曲を歌います確かにお台場で歌ったフェスの曲も歌いたいなあの曲ですお邪魔図鑑には急に <laughs> 大きな声でピリカピリララ 急になんかピンク色の服装とか着て。<laughs> えー、頑張る。ちょっとね。頑張ります。予選突破できるように。でも今までちょっと違うかも。今までと。ちょっと違うかも。 今までとってたらあれだけど前回の歌唱力であのー、選択した曲とはちょっと違うかもうん曲の感じとはそうだね高音が得意なのでちょっと高音を生かせる曲をでも選びましたうんまあでもしっとりっちゃしっとりかもバラードはバラードかもしれんけど 感じです、ね、こんばんはどちらかというと最近の曲だわうん前回は割と昔の曲が多かったんですけどどちらかというと最近の曲を選びました知っとると思ううん知っとる絶対知っとる <laughs> <laughs> <回し> <laughs> お楽しみにです楽しみにしててくださいそうだね確かに他のグループのファンにしても,、ね、もらっちゃう頑張るなおさんだるまさんありがとう

そうはそうは第一第二第三四五だん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 漫画がづき「メンタマギラギラしそうですはい今日もなんとかなんとか」みたいなもう自分のパートじゃないところも口さめれそうな勢いでめっちゃ聞き込んだヒゲメガネさんハートありがとうジェリー26さんハートありがとう難しいラップラ,ラップっていうかもう早口言葉って感じ、うん、だよね文字さん黄色だるまさんありがとう アイス食べてない今日えそういえばさすがにスティーファンはトットカム太郎の時後ろで回らんかね <laughs> えなんかねそれさあのね実はこれ裏話なんですけど裏話あのその今回トッカハム太郎やるってなって「寛介さんハートありがとう」あの回ったりするじゃんトッカハム太郎って回って「俺も」とか「はいせーのおいおい」みたいなのとか。 あって回ったりするからファンの人を回らせるみたたいな話出たんですよ <laughs> その曲始まる前に「トットカムタの始まる前にじゃみんな立って後ろに行って「今から、ま、回ってください」みたいな感じで <laughs> 言うみたいな話にもなったんですけどいやそれはさすがにそれはさすがにあれかねってなって曲がかかって。 そう回りたい人がいたら回,回りたい人が「まあ回るかな」みたいな感じで言ってさすがに「みんな後ろ,いい後ろまで行って回ってください」までは言わんかったんですけどありだった <laughs> みんなのこと回してもよかった <laughs> そうだからその場に立ってまあでも座ってるより立った方がいいよねってなってスタンディングの方が多分みんなも楽しいし盛り上がりそう。 ってなってあそこはスタンディングでにしよっかってみんなに話して曲前スタンディングにしたんですけどうん、<laughs> なるにしさんハートありがとうそこんばんはマスのあり笑い忘れんですけど本当に <laughs> 確かにちょっと考えたけど確かに急にね確かに勇気いるよねあれねハム太郎流れ出してさ回ろうかなと思ってもさ一発目を走り出す勇気いるよね <laughs> もしさ一人で回りだしてさ誰も後ろついてこんかったらって思うと確かに45人仲間がそれはそうだわ <laughs> 勇気。 <laughs> 確かにああじゃあ回でもスペース的に難しかったのかな回ってくださいって言ってもありだったのかなおさんハートありがとうしんちさん金色んだるまさんありがとうあお話会三半申し込みしたよってありがとう嬉しい <laughs> 嬉しいいっぱい話そうねありがとう 嬉しいですいつもお話きてくれてメンバーも一緒にマれレ盛り上がるよって <laughs> それもね案出たんですよなんかあ案出たっていうか本気の案じゃないけどそのみんなで結構みんなでさあのみんなでいろいろ案出しながら今回のお台場フェスこう作り上げていったんですけど なんかそのみんな回れって言ってその回らない,い回る戦闘を誰かメンバーが走って走るっていう <laughs> メンバーが戦闘を走ってそれにみんながついてくるみたいなあの人の戦闘メンバーがみたいなとかこれ冗談ね冗談めっちゃ冗談なんだけど。 もうやったら面白いみたいな出たけどま,まあ却下ですけどね <laughs> やらなかったけど <laughs> メンバーセント <laughs> 考えたら面白いうんそうとかもいろいろね出し合いながらでも楽しかったお台場結構考えてやりましたねタオル投げたりするのも あれもでもメンバーの案ですねメンバーで,でくるくるかき氷も言うなんかあと国境とかもメンバー案ですねやりたい曲あるってなってみんなで出し合ってスタッフさんに採用してもらって結局瀬戸り中に入れてもらったんですけどうん そうぐる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 なんでしたであのヘビロテでタオルを飛ばすのもみんなでそうなんかその後が国境だったじゃないですかヘビロテの後が国境でその後もうタオル使わなくなるからせっかくだったらここで投げても面白いんじゃないんかねみたいな話になってそのどうやったら。 投げて届くかみたいなのとかもタオルであのここにギュッてここをギュッて結んでこうやってぐるぐるやってこうやって投げたらうまく飛ぶかもみたいなのとか編んだし合いながらそういろいろねやりあのかみんなで考えて完成させたお台場フェスって感じでした。これより楽しかった ハートありがとうあ、そうそうそう肉フェスででもなんかね恒例なんですよ肉、ね、フェスって「ハム太郎」とか「うまぴょい」とか毎年ねやってるアニソンアニソンなんとかみたいなそうなんです DJ のあれに合わせてそれで入れたのもありました今回「ハム太郎」と撮って。 ハム太郎と馬と,うとうまぴょいえば肉フェスだから入れたっていうのもあったえ後方のスタンディングまで飛ばすいやなさすがに飛ばんかったさすがに飛ばんかったあれねしかもリハーサルで一回やったんですよでリハーサルの時の方が風が結構強くってもうみんなね 戻ってくんのタオルが <laughs> 全然うまく飛ばなくってリハでこれやばいかもってなってたけど本番はみんなうまいこと飛んでたうんちゃんと前に飛んでたけどさすがに後方スタンディングまでは飛ばせなかったですねタオルちょっと飛ばしたかったな私も割と前方で落,とし落ちちゃったタオルが私の腕の力じゃ ちょっと前に「くるくるが X」で2.5期に,にアニソンとか曲募集してたのもだいぶよかったえそうそうなのなんかもともと「ライオン」じゃなかったんですよこれも2.5期で歌った曲がもともとアニソンだけどアニソンの曲だったんだけど「ライオン」じゃなくってもともと歌おうと思ってた曲がちょっと歌えなくなっちゃってで急遽四4人で何歌うってなって。 それで募集してたくるくるガイククスで募集もしてたしおたそれぞれ4人で意見出し合ってライオンになりましたうんそうなんですよライオンかあすけさんハート3年ありがとうそうみんなでえいろいろ楽しんで考える 夏はねフェスの夏といえばフェスだもんねだってまたでも2.5期と3期でステージスタッフさんもなんかちょっと考えようみたいな感じで言ってくださってたのでなんかできたらいいなと思いますまた来てくれますかまた次 2.5×3 で何かやるってなったら。 ステージこんばんは嬉しい2点大きな歌唱力え嬉しいえもうめ,めっちゃでもねライオン嬉しいでもライオンさ良かった良かったってさ言ってもらえてめっちゃ嬉しかった鳴西さんハートありがとうあ明日の香川公園で東京から見に行くねって <laughs> 嬉しい 結果ライかみあってえう嬉しいよかったライオンでライオンにしてよかったレールガンもねさっきちゃんのレールガンもよかったよねえそうティフティフ出るねまだ出演メンバー出てないけど ST40 とティティフ出ますスタンディングでジャンプする曲けやってほしいえ楽しそう夏って感じめっちゃ <laughs> 絶対めっちゃ夏って感じするスタンディングでジャンプは。ね確かに瀬ちゃんえねでもなんか今回あのやった瀬戸りみたいな感じすごいファンのみんな。 にも楽しんでもらえたし楽しんでもらえてそのこの前のお台場で見に来れた方もいたら見に来れなかった方もいたのでその時のお台場でやった曲みたいなのもこう入れ混ぜながら新しい曲も入れながらまた何かねイベントできたらいいなと思います2.5キロ3期でやっぱりあの時やったライオンとかもねまた聴いてもらいたいなと思う3期ちゃんの。 レールガンもも聞いてもらいたいてらたなと思うし国境とかもまたやりたいしね必然性とかもいろんな人に見てほしいなと思うからまたどっかでできたらいいなと思いますえクレイさんのライフねいや盛り上がったねあれねすごいやっぱクレイさんもうなんか肌身でクレイさんのすごさを実感しましたあの日盛り上げ力が。 せやん結婚してありがとう確かにメンバーすすめ決まってないからチケット買えない確かに早めに早めに出てほしいなっていうね出演も決まってないもんねまたねいつぐらいに出るかなまだもうちょっと出ないかな サノマンさんハートありがとうレールガン2 5キロ歌うとかもえっ逆みたいなえっ確かにえっでもさあめっちゃ難しいと思うレールガン高いし英語だしめちゃめちゃ難しいよねあの曲 <laughs> うーん またね楽しみですいっぱいいっぱい6月6月も忙しい月になりそう舞台もあるしお話し会も始まるしいろいろと始まるから。 嬉しいです最近の充実感が <laughs> 最近の充実感が嬉しいです ダイバーズペンライトで楽しく感じてました嬉しい <laughs> <laughs> ありがとう嬉しいね花だれも出演するうん花だれも出演するし花れもあるしツアーもあるし5月もいっぱい 香川ね楽しみにしててくださいそう千穂さんとあかりんさんの生誕祭に出演しますチューチューゼリーも飲んでほしいえっチューチューゼリーのさ右上にあるみかんの イラストちゃんと見ましたみんなアズミのイオカンチューチューデリーのパッケージの右上のみかんちょっと角刈りパインさんの仲間みたいな角 <laughs> 刈りパインの仲間みたいなみかんがいるんですよ角刈りパインの仲間みたいなちょっと意識しました角刈りパインを仲間みたいながいます見てください パインの親戚,親戚まあ友達ぐらい <laughs> であれ角がってないからあのみかんは角がってないからそう角がってないここボスみかんぐらいかなボスみかん角がりパインさんの仲間ボスみかん <laughs> <laughs> ボスみかんですはずみの頑張りがいいかにつながってるねって嬉しいもっと頑張る。 ああ。パインは普通に好きですね。てか果物全般好き。果物全般大好き。え、もうそろそろ終わろうかな。もう一時間経ったか四十五分か。もうそろそろ終わる。じゃあ。あ明日も。明日はそうだよね。 ツアー前なので頑張ってきます朝からツアー前にー <laughs> <coughs> ありがとういっぱい寝る今日もいっぱい寝てバンジャラモンスターさん黄色んだるまさんありがとうゆっくり朝んで体調整える ツアー大事なので体調整えますしっかりありがとうじゃあねーねー間違えた壇上読みます 13位、みおこうちゃん。ありがとう。12位、せいやん。ありがとう。11位、りんくん。ありがとう。10位、ぷーたさん。ありがとう。9位、かさん。17さん。ありがとう。8位、さくさん。ありがとう。7位、まさたろうさん。ありがとう。6位、なちさん。ありがとう。5位、ならにしさん。ありがとう。4位、りおさん。ありがとう。3位、ひげめがねさん。ありがとう。2位、かぴさん。ありがとう。そして1位は。ゆずきちさん。 ありがとうございましたエラシタリンク飲みすぎない <laughs> ありがとう飲みすぎないようにするありがとうね <laughs> ありがとうじゃあねねあずみんで終わりますせーのって言ったらねねあずみんって言ってください行きますせーのなーにー ありがとうございましたおやすみ頑張ります明日も一日おやすみありがとう